主様、アリシア嘘ついてるよ。倒せないなんて嘘だよ。そうなのか。だって仮にも無限支配持ちであれだけのクオリティを出せているなら、ただ力が強い子には絶対に負けない。ほとんどどころか、10回あったら10回アリシアが勝つよ。どうあがいても。そうか、ならその嘘はアリシアにとって必要な嘘ってことだ。必要な嘘？専属神は俺が嘘偽りなく話せ、で嘘が言えなくなる、そういう契約だからな。つまり嘘がバレるリスクの方が高いんだ。それに嘘ついて信頼を失うデメリットも考えたら絶対にやるべきではない。つまりこの嘘はリスクを負ってでもつく必要があったんだ。なら咎めない。まあトールの情報は嘘つかれたら厄介だから、そこは正直に話してもらうけどね。小声で話していても私の協力は些細な自然の音すら逃さないほどいい。だから全部聞こえますよ。確かにそう、リスクしかない。でも非協力的って見られても仕方ないこと。その代わりトールの件以外では全力でご協力します。どうなってんだここ。当たり一面結晶化してるみたい。これらはここ周辺を拠点に置いている中級エラーの被害です。これ全部がか。計り知れないな中級エラー。これはアズリルと呼ばれる最も脆いとされる金属です。脆いと言っても同じ物質とくっつき、形を保つ性質がありますので、私たちが衝撃を与えない限り崩れることはありません。このアズリルは固めて外側から押さえつければ高密度の金属になりますので、帝国の産業でもこの金属は重宝してました。比較的手に入りやすいですからね。ここ一帯はそのアズリルだけで構築されているんだろ。だってここら歩くと固形物全部崩れるし。じゃあ奥の建物触ると一瞬で崩れるの。絶対に埋まるじゃん。はい、なのでできる限り建設物には触れないようにお願いします。あと過度なオーラにも反応して硬化しますので気をつけてくださいね。結構歩いたけど、かなり広いところに出たな。ここが中級エラーの現在拠点地となります。ここは広い分戦いやすいのだと思います。アリシア、思ったより早かったわね。まだ中級エラー倒せてないから主様は避難させてほしいのだけど。時間かかってますね。何か不都合がありました。まだ出てこないのよ。相手は海に生息していて物をアズリルにしてそれを食事とする。その習慣を利用してここを選んだんだけど。移動ルートもここ以外にあるとかはどうでしょう。可能性はある。だけどまだ街での目撃情報は出ていない。まだ出てきていないと判断した方が早いわ。さっき何度か海を割って散策もしたのだけど、全く無意味。はぁ、あ、すごいね、こっちの鬼。あんな知的な鬼族は初めてだよ。あ、あれ鬼なの。俺の知ってる鬼の角と違ってたから。それもだよ。あんなバカでかい角。そして純白、綺麗な紫に、破壊の目、ミカドルエデン以上の獣物だよ。最高責任者以上だよ。あれ、ヘッドしなきゃ、オールカモン。捕まえるときは HP 減らすのが鉄則だろ。お前街出てすぐに出会うおじさんの話聞いてないな。でもラッキーだ。もう一体エラーを確認できるなんてな。しかも武将の実力も見える。この情報はすごく大事だぞ。アリシア、俺たちはどうしていたらいい？始まった。やっと目が覚めたか。パト様、絶対に止まらないでください。静止していると中級エラー、ディスアズリル、の能力に影響されます。止まるなっていう割には二人とも止まってるじゃん。他に方法あるんでしょ。オーラ技術、かい、を扱えるのならそれをお使いください。オーラの波を高速化すれば静止状態とはなりません。ああ、じゃあできるからそうするね。はあ、次から次へとオーラ技術で出来上がって、アリシア、それってオーラの波が激しくてもダメなのか？いえ、問題はありませんか。なら、今日、でもいいだろ。公共。暴走化しないだけマシだけど、これ単体だときっついな。いや、消費すごそう。いいですか、皆さん絶対に私の視野に入らないでください。それか全力で逃げてもらえると助かるのですけどね。それにしてもどこから来る？今回は他の人もいるから戦いにくい。それにしても毎度異様だな。1対1体が虚構迷宮が可愛く思えるほどの被害。なんか俺の解決した問題って大したことないんじゃないかって思えてくるわ。なんだ、今変な音鳴ったよな。なあ、さっきから変な音鳴ってないか。ソルテ、いましたよ。パト様の頭の上です。そっちか。破壊弾。そう、何度も破壊弾で倒したからか、ピンポイントで破壊弾の効果から外れている。ちょっとそこどいて。邪魔。そう、標的が小さい上にふわふわと動かれるから破壊弾に引っかからない。ねえ、なんで見てるだけなの。早く倒さないと見失うよ。あのエラーは中級の中で最も小さく、そして最も攻撃が当たらないエラー。小さいから物理やオーラ攻撃を仕掛けても風圧で簡単に飛んでいくんです。攻撃威力が高いほど一瞬であれだけの距離を空けられる。それに加えてその被害は。またか。アズリル光線と食事をしているときはこちらから何もしなければ動きが止まる。私の破壊弾もこの状態なら当たる。破壊。
また被害を出してしまった。空が元の色に戻った。ディスアズリルの能力、歪み、です。おそらくソルテの破壊岩がなかなか命中しない原因です。本来ならソルテの破壊岩は100発100中のほぼ必中。破壊岩ってなんだ。ソルテのあの神父の目の力のことです。あの目で見える線を切ることで、その線に位置する対象物を完全に破壊する、ソルテの破壊支配の特性能力です。本来の破壊支配の威力はあのトールの破壊力の数百倍以上、火力だけなら帝国最強です。ですがソルテの性格的にその力が本領発揮できないんですけどね。どうしてなんだ。そこまで強いならむしろ使っていった方がいいだろうに。ソルテは優しすぎるのです。そして結果を考えすぎて優柔不断、つまり決断ができないのです。自分の破壊で消した場合、それで取り返しのつかない結果になるのが怖い。ソルテの壊す行為は修復不可能、回復不可能の完全破壊、故に自分の決断に責任を持てないんです。破壊支配、たった一つで最上級神序列3位まで上り詰めたポテンシャルと可能性を秘めた天才。才はある、だけどそれを活かしきれない、それがソルテなのです。なるほど、本当にもったいない人材だ。先行部隊の副長がトールじゃなくてもっとリーダーシップがあるやつだったら、本来ソルテは副長というポジションが一番結果が出るタイプだ。ちょっとソルテを勘違いしていたかもしれない。多分ソルテは何も決断できない、だからトールの件も多分嫌だと思っていても反対しないだろう。ごめんなさい、アリシア、また町に被害を出してしまった。あとは数時間警備して戻るわ。今この場で話しても数で押し切る形になる。それだとソルテの本音が聞けない。となればソルテが仕事から帰ってきたタイミングだな。そこで話を聞いて、その上で納得させる。あれ、主様、話しかけないの、下手で働いた。ずるいよ、お前また立てな。アリシア、ラルのところに行きたいんだけど。すみません、もうラルは任務を終えています。明日にしてはいかがでしょうか。まあ、今日聞いても明日早朝に聞いても同じか。一度指定されたら説得するのにバカみたいに時間かかりそうだし。了解、ディスアズリルの情報とプレデターロードの情報をまとめる。アリシアも知ってることは全部教えてくれ。あとトールの情報もだ。嘘偽りは許さない。わかりました、では戻りましょう。さて、正念場だ、気合い入れるぞ俺。主を私が担当しているエリアに連れて行きたい。それどころか中級エラーの討伐をアリシアに任せろね。随分態度が大きいじゃない。3年間も遊びほうけて力も失った解消なしな私たちの主はどんな面を下げてそんなこと言えるのかしらね。別にいいわよ。中級エラー討伐はあさってアリシアに任せるわ。でも私の仕事を邪魔したらエラーの前に私があなたたちの敵になるから。あと明日早朝、パト様からラル様にお話があります。無理にせずにしっかり話を聞いてください。話の内容次第ね、くだらなければ聞く気はないわね。パト様はあなたにも好意的に接しようとしてくれているのに、いい加減にしなさい、幼稚にも程がある。アリシア、落ち着いて。ふん、品がないのはどっちだか、聞くと言ってるのに何をそんなに気が荒れているのかわからないわね。頭を冷やしなさい、師匠と名乗っているのに頭に気が昇りやすいなんて話にならないわよ。ラル、ここの主にでもなったつもりか。きっとそうだわ。主の座を狙っていたところでパト様が戻ってきたから邪魔で仕方ないのよ。まあまあ、主様も帝国のために動いてくれてるんだよね。調子はどう？パト様はすごいお方です。ソルテ、パト様についていけばきっと導いてくれる。悩むならパト様を選びなさい。私からはそれだけよ。私も今パト様を試している。だけどもし、その結果次第では私は私の考えをすべて捨て、パト様の考えをすべて肯定し、従うとする。それが帝国師匠が決めたことよ。そこまでなんですね。ソルテ、決断の時よ。はぁ、みんななんですぐ決断できるのだろう。怖くないのかな。自分の判断がもし間違って組がダメになったらって。私は怖い、だから決断はしない。でもできること、やるべきことはやる。言われたことはあからさまにおかしいと思わなければやる。それくらいしか私には。いやぁ、偶然、俺もたまたまここら辺散歩してたんだ。せっかく会ったんだし二人でお話ししようよ。何してんのこの人。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。
それじゃあ次回もお楽しみに。